ランはその前の曲が曲あのアルバム順でいくとウォークがあって次にランなんですけど、なんかランはウォークは結構さっき言ったみたいな感じのコンセプトであの作って思いで書いたんですけど、なんか歩いてるっていうところから次は走るっていうウォークからランに変わるんですけど、そこでは結構もっと激しくこう感情が揺さぶっていて、なんか結局誰かのためって言ってたのも結局は多分不確かで、結局は自分のためにやってることだし、まあみんなそうだと思うんですけど、なんか誰かのためにやっとるとか誰かの思いを背負ってやっとるっていうのももちろんあると思うんですけど、なんかそれを言い訳というか、まあ利用して使ってる部分も少なからず僕らにはあるのかなっていうのがあって、ランっていうのはもう周りを見ずにこう走ってる感じで、もう自分が自分の思いだけを追求するというか、自分が良ければそれでいいじゃないかっていうぐらい、まあ究極思って書いた曲なんですけど、なんでそうですね、その前のアルバムを通してこう聴いてもらえると、なんかそういう人のためだとかいろんな人の思いを背負ってるんだとかっていう部分もありながら、でもやっぱりそれって言い訳であって、やっぱり自分の思いを追求して自分のやりたいことをわがままにやり続けるっていうのも間違ってないんじゃないかなっていうようなことをまあ書いてたりとか、あとはまあそうですね、そういう言い訳で自分のしたいことできずに、なんか普通の暮らしでまあこれでいいんだって思ってる人たちに向けて、それでもやっぱ走らないといけないんじゃないかなっていうようなテーマで思いで曲を書きましたね。スタンドアップピーポー、たやすな日をオリジナルキロジャパニーズがリード、何もないんだけど、ほんと何もないんだけど、自分に分かってるんだけどね、歌わせてほしいずっと。 Yes, yes, yo, and you don't stop.